では早速、えー、ゲストの方に、えー、ご登場していただきましょうフランス・リヨンにあるユミエール研究所所長でカンヌ映画国際映画祭の総代表そして本作の監督、脚本編集プロデュースナレーションという、ね、5つの役割を一人でされたという、えー、デーリー・フレモー監督まずは最初に一言ご挨拶お願いできますでしょうか。 Euh, bonjour à tous, c'est seulement la troisième projection euh, devant un public. Alors je suis encore un peu euh, timide et fébrile en, 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 en me demandant comment vous allez réagir, mais comme vous avez dit bravo, je prends ça comme un encouragement. Oui. Et donc, mais... ah. はいえっ、ー、と皆様こんにちはえっ、ー、と今回がですねあの実は観客の前でえっ、ー、とこれを上映するのが3回目になるんですねですのでちょっとまだあの恥ずかしい気持ちもあるんですけれどもえっ、ー、と皆様の反応がどうなのかなっていうちょっと気持ちもあったんですけど今ブラボーっていう言葉をいただいたのでまあ、これは良かったということかなというふうに安堵していますはい大変素晴らしい作品でした。 それでは詳しくお話をお伺いしていこうと思いますその前に本作の紹介を簡単にさせていただきたいと思います本作は2017年に公開されフランスでは13万人を動員世界33カ国3カ国で公開されたリュミエルの続編です映画の父と称されるリュミエル兄弟が発明したシネマトグラフで撮影され約あ 50, 50秒のですね映像1400本の中から改めて110本を厳選し 4K デジタルで で完璧に修復されましたより深くより美しくよ蘇った映像をフレモー監督が今回ね映画としてあの皆さんにお見せしていただいたわけですまずその前作の成功からこの第2作を続編を作るというどのような経緯でこういうあの第2作を作ることになったんでしょうか en fait, Le patrimoine lumière aux spectateurs du 21e siècle. Je suis amoureux des films lumière. Et le privilège que j'ai, moi, avec mes équipes, de pouvoir voir ces films, de les connaître. Euh, me donne aussi le devoir euh, de pouvoir faire en sorte que tout le monde ait ce privilège. えー、そしてあの私はです、ね、まあ、私とそのチームのみんなですけれども、えー、と日頃からこのルミエル作品にあの慣れ親しんでこう見て知ることができますけれども、まあ、それはちょっとこう特権的なものになるんですが、これを他の人たちにもやはりお届けしなければいけないという,そう責任感、任務として感じていま Louis Lumière a réalisé et produit1500 films plus500 films hors catalogue、さ リミエルたちがあの残した作品の数なんですけれどもあの、いわゆるカタログに載っている、オフィシャルに残っているというものでは1500ほどあるんですけれども、まあ、カタログに載っていないものも含めるともう500ぐらいありますので、まあ、トータルで約2000ほど作品が今も残っているわけです。 1であの一つ目の,あの「Lumière」という作品の方なんですけれどもえっとまあこちらはまあどちらかというとまあ皆さんも知っておられるようなそういった作品もえっと交えながらもうすでにあのご存知の方もいらっしゃるものをこうご紹介していくというそういったものでした。 はい、そして今回の一つ目なんですけれども、やはりその一つ目の繰り返しになってはいけませんので、新しいやり方、新しい見せ方というのを考えなければいけませんでえそしてこの修復を経たこの映像が美しいといったそういったものから選んでいきました。o n a restauré 500 films, donc il en reste encore1500。今までですね、トータルで約500ほど修復が済んでおりますので、まだ1500も残っているということになります。 séances de cinéma de lumière se sont arrêtées en 1905, c'était de faire revenir le cinéma de lumière au cinéma. Et ,あの,,あの Parce que lumière, c'est le dernier des inventeurs et c'est le premier des cinéastes. そしてあの、ルミエルというのは、あのシ,ネシネマトグラフの初め、最後の発明家であり、そして最初の映画監督でもありましたので、その2つの側面をしっかり紹介していかなければいけないと考えました。このシネマトグラフという技術ですけれども、どんなものか簡単にフレモ監督からご説明いただけますか Le cinématographe, d'abord, c'est un petit appareil tout simple. Euh, nous en avons au Musée Lumière à Lyon. Et la simplicité de l'appareil oblige à la simplicité esthétique et la simplicité esthétique c'est la magie de lumière et c'est quelque chose que tous les cinéastes qui voient ces films disent vouloir retrouver. はい、でそして、まあ、そういった美しい、そのシンプルの中にあるその美しさというのが、本当にルミエルたちが残していた、そのマジその魔法だと言いますけれども、まあ、あらゆる映画監督さんたちがこういった作品を今、ご覧になると、そういったシンプルの中に美しさがあるというのを感じていらっしゃいます。ピカソは、えっと、ずっとあの自分は生涯かかって、子供のように絵を描こうとしてきたけれども。

ポエジーそのあの、その詩的だという部分は、まあ、そういったいろんな人の,こうあの生き様というのをこう描いていますけれどもそうい,ういろんな人の人生あなたの人生かもしれない私の人生かもしれないこうみんなにこう通じるようなこう人の生きている姿というのを映しています。 あのこの作品の中でもあのフレモーさんが解説していらっしゃいましたけれどもこの原点にして頂点という言葉が私には大変響きましたまさにその通りだと思いましたしこのケアロスタミですとかオズといった名前をねお出しになっていらっしゃいましたけれども後継者としてその今の日本における後継者そしてオ,オズを含めた日本映画におけるあのリュミエルの後継者はどんな方がいらっしゃると思いますでしょうか。 Parmi les japonais Ozu, donc, ceux qui sont des il, y a, il y a quelque chose d'une un, trace lumière euh, qui, rapidement, avec Dreyer, Robert Bresson, euh, oui, Ozu, euh, mais aussi Maurice Piala, euh, mm -hmm. qu'on retrouve dans, par exemple, le cinéma de Hamaguchi. On retrouve ça. Dans le cinéma de Coreda, on retrouve ça, euh, pour parler du, du, du Japon, euh, la simplicité du plan euh, est quelque chose qui garde de la force. Et parfois, le cinéma spectaculaire, donc on va dire une partie du cinéma français, une partie du cinéma euh, euh, américain, par exemple, euh, est parti ailleurs. C'est pour ça qu'en fait, lumière, ce n'est pas lumière contre Méliès, le documentaire contre la fiction. えっとそのルミエル、えー、ルミエルらしいまあ、そういった即席というのはまやり方のこう。渓流というのはそのいろんな方にえっ、ー、と感じられるんですけれども、えっ、ー、とドレイエールです。とか、えー、ロベルブレッソンです。とか、えっ、ー、と日本のオズ監督とかえ、モーリスピアラとかえっ、ー、とそういった方たちの作品には何かこう流れがあのずっとつながっているかなというふうに感じます。あと、最近のあの日本の監督でいらっしゃいますと、浜口監督です。とか、是枝監督です。とか、何かこうシンプルな映像の中にこう美しさがあるという意味で。 何かかかルルミエルからこう継承してていいいるかなというふうに思っていますですのでそのショットがそのシンプルであるがゆえにこう非常にこう力強くてあの歌いかけるものがあるというのがとても素晴らしいと思いますで今はそのまあフランスの,あの一部の映画とかアメリカの一部の映画とか何かこう壮大さを求めすぎていてちょっと違う方向に行ってしまっているというのもあるんですけれどもまあその日本の映画の中ではこうやって一部まだそういったものがこう継承されているなというふうに感じますですのでまあその構図というのはルミエル VS メリエスとか vs. fiction d'abord parce que lumière ça n'est pas que le documentaire vous avez vu lumière c'est aussi de la fiction c'est aussi euh, beaucoup de fantaisie で、あのルミエルもですね。えっとまあ、今回ご覧になってお分かりいただけたと思います。けれども、まあ、ただそのドキュメンタリー的に何かを記録するということではなくてまあ、フィクションありき、そしてファンタジーありき、あのいろんなこと彼はやってきているんです。ジョージ・ズメリスブネデュテアト、ジョージ・ズメリスブネドラフォンタスマグロリードラマジーエディルリュージョン。 えそしてまあメリエスの方はですねその劇映画とあの劇出身でまあ劇映画とかやっていたんですけれども彼はこうマジとかなんかこう幻想的なものとかえっとそういった方を求めていました。En fait, la séparation, c'est que lumière, c'est Roberto Rossellini et Méliès, c'est Federico Fellini. <laughs> hey, et, 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 Mérisは, et, Fellini, <laughs> lumière, c'est lumière, c'est le réalisme, c'est le naturalisme, c'est l'enregistrement du monde, de la beauté du monde telle qu'elle est. はいえっと、ルミエルの方はです、ね、こうリアリズム、そしてナチュラリズム、そういったものをこう求めていて世界の、えー、世の中の美しいものを、そのありのままの姿で、えー、撮っていくとそういったことをやってきました。エメリエス、これ、はいね、は何かこう世にあるものをこう加工してちょっとこう違うものに作り上げていくというそういった手法を取っていました。 À Romer, à Jean-Luc Godard. Et Méliès mène à Hollywood. えっと、et j'aime les deux. Lumière, Mielle, La Nouvelle Vague et Hollywood. はい、でもあの私はもちろん両方好きです、ルミエルも好きだし、メディエスも好きだし、あのヌーベルバーグも好きだし、ハリウッドも好きです。Une, une ça, ça, ça はンプシネマですので、決してその二つというのは対立しているものではなくて、補完的なものですので、それぞれの存在を一緒にして、それがシネマなんです。 この作品を通してショットの重要性映画におけるショットの重要性というものを改めて実感いたしましたそして面白いなと思ったのはカメラは世界中を回っているわけですけれども日本の、ね、シーンではやっぱり後にオズのアングルと言われる、ね、ローアングルというのはもう登場するわけですね。つまりもう リュミエールたちのあのチームというのはあのアングルをもう発明していたというといういことだと思うんですけれども彼らのそういったあのアングルといいますかショットの決める構図のもう的確さについてはどのように思いますでしょうか en fait,、euh, はいえっと私その映画の中のナレーションでも言っているんですけれども、えっとルミエールはえっとすぐにその映画をまあ、撮る時のまあ、基本的な質問をえっと自分に問いかけているという風うに感じました。はいまあ、その基本的なあの問いかけというのが、まあ、そのカメラをあのここにあの固定して撮るのであれば、じゃあここに置くのか、あっちの子のか上から撮るのか、下に置くのかと。そういったところからまず考えます。Donc, une famille. japonaise qui, qui prend un repas, qui est assise sur des tatamis, alors il dit je mets ma caméra comme ça parce que c'est le meilleur moyen de restituer la scène. はい、であの日本人の,あの家族があの食卓を囲んで食事をとっているシーンがあったと思いますけれども、まあ、彼らはその畳の上にこう座って、えー、食事をとっているのであの時はきっとどこから撮ろうと思ったら、まあ、こう下からこのアングルから撮ったら最もその時の,その雰囲気その場所が再現できるというふうに考えてあのアングルから撮ったんだと思います。

はい、で、えっと、ジョン・フォード監督は、えっと、そういう食卓を囲むシーンというのが、あのい,いつもそのどこから撮ったらいいかっていう、その正解が分からないでいたけれども、あ,のあれを見て、まあ、ルミエルは分かってたんだというふうに感じたといいます。Mais l'une des choses les plus importantes, je crois, qui moi、euh, me donne beaucoup d'émotion、c'est que ce ne sont pas nos ancêtres、ce ne sont pas、euh, nos grands-parents、parents, nos aïeux。 のとてもあのすごく重要であの今見てもすごく感銘を受けるんですけれども、まあ、こうやって映像の中に映っているっていうのは過去の昔の人たち昔の先祖たち、えー、これは日本人だとかそういったことではなくて本当にあの今いる普通の人私たちにも通じる普通の人であるっていうことがあのとても感銘を受けます。 あの最初にです、ね、500本くらいの作品がもう修復されているというふうにお聞きしていますけれども、その何から修復していくのか、通常、修復の場合って重要な作品からやっていくということがあると思うんですけれども、それもフレモンさんが選んでいるんでしょうか。<c oughs> <c oughs> うん

はい、ですので、まあ、ある程度いくつか、それに沿った形でピックアップしていって、それを修復しました。<ス><ス>はい、で、でもですね、その中には、こうやって見ていくと、もう映画の方から語りかけてきて、ここにいるの、自分修復して、この映画に使ってって言ってくれているのがあるように感じました。 La possibilité de faire peut-être encore un troisième ou un quatrième film existe. Et en même temps, je voulais faire un film un peu hyper différent. Euh, et je veux remercier toute l'équipe de Gaga parce que euh, le premier film a été très bien euh, distribué ici au Japon. Alors comme il avait été vu, il fallait faire quelque chose de, de différent euh, pour vous emmener dans un autre voyage. であのそしてもちろんこれからです、ね、あの3つ目4つ目の映画をが作られるということはもちろん可能性があるんですけれども、まあ、1つ目からこの2つ目があのやっぱり違うやり方で見せ,や見せ方でやらなければいけなかったということがありますのでまた変わってくると思うんですけれども、まあ、この場をお借りしてあの日本のギャガの皆様にあの感謝を申し上げますおかげさまでその日本での配給がとてもうまくいきましてあのとてもあの反響もよくて、まあ、その後の期待値というのも非常に上がってきましたのでまた違うのをまた作らなければなという気持ちです。

もう一つですね私がどうしても聞きたいことがございます。この本作の後半75ミリでルイ・リュミエールが撮影した2つの映像が登場します、水宮の落成式と歩く歩道の光景ですけれども、これは劇場初めての公開というふうにお聞きしていますけれども、本当に素晴らしい作品だったと思います。この魅力を改めましてあの教えていただきたいのとなぜ今回入れていただあの、この作品に入れたのか、そこも教えていただけますでしょうか。 Lumière était un expérimentateur. Oui. Et, Lumière est, et, un réaliste réaliste. Par exemple, dans les années 30, il a inventé aussi son propre procédé du cinéma 3D, du cinéma en relief. Oui. Et, 30 ans, il a, il a, 3D Alors il cherchait tout le temps de nouvelles inventions. つ、まあ、常にそういう新しい発明というのを彼らを求めていて。そこでそういう75ミ、mm、リというかなり幅のあるそういうふうに思いつきました。までて、euh,、75ミ、mm、リを使って、えーと、15ぐらい作品を残しています。 Mais il n'a jamais réussi à les projeter parce que l'image était tellement euh, grande que pour la projeter, il fallait l'éclairer très fort, avec une lumière très forte, et la lumière brûlait la pellicule. はい、で、その撮ったもののですね、その時代にその公開することができなかったというのは、まあ、非常にそのフィルムが幅広くって、それをきれいに写すには、かなりああの明るい照明を使わなければいけなくて、で、そのランプを近づけると、その燃えてしまうというあの問題がありましたので、そのこともあって、その劇場で公開することが当時できませんでした。

le premier c'est que il a fait ce qu'il avait à faire dans le cinéma et il a donné le cinéma à ses successeurs il a donné le cinéma au monde. で、まず、彼らは、その、シネマ、その映画で、やれること、できること、をいろいろやって、それを、後の人たちに継承していって、それを世界に届けていったというのがまず一つあります。え、第二 a deuxième chose, c'est qu'il avait le p r o j e 1903年、e して彼らは、カラー写真をその発明するということにも、が、とかかりました。 Il a inventé la photographie en couleur. Donc, celui qui a inventé le cinématographe a aussi inventé la photographie en couleur. Donc, il était de ma ville de Lyon. Donc, c'est le privilège que nous avons aujourd'hui de rendre cet héritage. Mais quand je dis que Lumière a donné le cinéma à ses successeurs, je dis aussi qu'il ne faut pas oublier ce que lui a fait avec le cinéma, et c'est ça, ce film Lumière. Oui. はい、で、そのルミエルがですね、あの後の、えっと、後継者たちに。そのシネマ映画を届けて、あの継承させていたということが言えるんですけれども。ルミエルが当時やっていたことを、まあ、今見て忘れてはいけない、やっぱりそこを思い出さなければいけないというふうに感じて。この映画を作ったわけです。え、しゅぽんすく、り、りで、え、で、ふぁい、うん、フィム、で、うん、の、え、み。こう、コム、ジェル、ディ、ドン、フィム、あ、べ。僕、で、プティフィム、メルメア、フェ、うん、グランフィム、ル はいでまあ、この映画の,えっとその考えとして、1時間半のえっと作品の中で、ナレーションでもいろいろ言ってますけれども、いっぱい残っている作品をこう集めて、それで一つの作品に仕上げるというふうに作っています。え、これ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 、ここれ、これ、

ジャンルック・ゴダルとですね、あの一回、そのスイスの,あの彼のいるところに行って一緒に道を歩いていた時にあの、まあ、彼が言っていたことなんですけれどもその映画を通じて、シネマによって他で見ることができないものを見ることができるというふうに彼は言っていました。 はい、で、まあ、そのルミエールたちもまあ、その映画を通じて、他では見られないことをそこのシネマとしてあの見に行けるというふうに言っていました。けれども、それを今また続けてこのようにご覧いただけるということになっています。Donc, continue. はい、そのために冒険は続くというふうに言っています。 はいいありがとうございます本作は、えー、世界最速となる、えー、上映となる今月、えー、11月22日金曜日より日本では公開となります、そしてフランスでは映画生誕13 130年周年を迎える来年2025年の2月5日に公開を迎えるということです。 はい、ありがとうございました。これをもちましてトークイベントを終了とさせていただきます。TD フレモー監督ありがとうございました。皆様大きな拍手でお送りください。